何が計算通りだ。俺が飛び込んだ時、お前の目の前にあったものは重厚だぞ。俺がこの場所へ着くのが1秒でも遅れていたら、お前は撃ち殺されていたかもしれんのだぞ。だって次回文豪ストレイドッグス第40話、探偵社設立秘話。ところで福沢さん、次の事件はまだ？